チャラリンコクッキング、はい、チャラリンコ、はい、今回はね、今ね、ネット、まあ YouTube とかネットで今暗殺者のパスタっていうのがね、めちゃくちゃ流行ってるんですよ。暗殺者のパスタっていうのがなんかこう乾麺のスパゲティを、焼いて、茹でずに油多めで焼いて、それでトマトソースとかそういうのを入れて煮てく作り方なんですね。で、面白い作り方で今バズってるんですけど、僕は今回その暗殺者のパスタを、暗殺者の焼きそば、中華、元中華料理人らしく、焼きそばで再現して美味しくしたいと思います、ね、もう全く違うものですね。もうスパゲッ、暗殺者のパスタとも全然違うし、普通の焼きそばとももう全然違う作り方です。はい、でこれね、生麺なんですけど、業務用の麺です。生麺、ちょっと太めの麺ですね。まあ太縮れとかでもいいですし、ちょっとね、北方の麺とかちょっと太めの方が焼きそばにするんで美味しいです。生麺を使います。はい、で材料はもうキャベツ切ってありますね。キャベツがこれ、約 100g で、人参が20の、今回はほうれん草青みで 20g、あと玉ねぎがこれ 50g ですね。この辺でね、作っていきます。はい、であとこれ豚こま肉ですね。これもね、 180g 入ってます。ちょっと今回お肉多めで作りたいと思います。はい、であとこの豚こま肉ですね。豚こま肉ちょっと大きいのがあったら、一口サイズになるような感じで切っといてください。まずここにちょっとお酒を入れます。これ紹興酒ですけど、なければ料理酒とかでもね、 OK ですよ。ここに、紹興酒、またはお酒大さじ1杯ですね。下味をつけておきます。お酒を入れてちょっと揉むことで、肉の繊維が酒を吸って柔らかくね、美味しくなるんです。ここに塩少々。炒め物とかでお肉使うときは、もう必ずって言っていいほどね、下味をつけるのが基本です。で、これがホワイトペッパーです。はい、これでちょっとね、お肉の方に下味をつけます。はい、じゃあちょっとね、残りのお野菜の方切っていきます。ね、玉ねぎも普通に細切りでいいです。で、人参も適当に細切り、小松菜じゃなくてほうれん草、これもね、洗ってあります。ちょっとこう切ってね、中に土とか入ってたら洗ってください。一回洗ってあるけど、もう一回洗っておきます。で、ザクザクザクですね。はい、こんな感じに切っておきます。はい、よっこいしょ。小松菜の葉っぱだけちょっとね、別にしておきましょう。あともう大体炒めるね、火の通り具合も大体同じです。でキャベツは一口サイズにもカットしてありますね。こんな感じです。で今回ちょっとソース味じゃなくて塩味にするんで、ちょっとニンニク入れた方がね、うまいと思うんで、ニンニク一かけ、これはもう粗めのみじん切りです。でも肉と一緒にしとくね、肉と一緒に炒めちゃう感じで、はい、じゃあね、まずフライパンをね、中火で温めて、で油ですね、まずね、油をこれ大さじ2杯ぐらいです。でまず野菜炒めの方から作っていきます。はい、でまずこれね、今ね、火は止まってます。お肉とニンニク入れてね、炒めていきます。はい、じゃあね、もう火つけましょう。あー、ニンニクのいい香りがわーっとね、一瞬で広がります。で肉を火入れすぎると硬くなるんで、もうね、もうさっと白く色が変わるぐらいですよ。はい、そしたら野菜を入れて、でこれもね、さっと油をもう軽くなじませる程度で OK、ね、ここでは完全に火は入れません。豚肉にね、火がもう8割入るぐらいで OK です。で、小松菜でなくてほうれん草入れます。はい、もうほうれん草を青みに入れたらもうパッと、はい、これで OK、ね、これで OK です。ほうれん草と野菜炒めをね、取り出しておきます。はい、こんな感じ、こんな感じでもうさっとね、さっともう炒めるだけです。はい、したらね、また今度は油、
油大さじ2杯ぐらいです。で今度はねこの生麺です。生麺を入れて焼いていきます。で蒸し麺じゃなくて生麺なのが暗殺者の焼きそばなんですよ。ちょっとほぐしてってね、まあ、炒めながら、焼きながらねほぐしてってもいいですね。生の麺を焼くと小麦が焦げて香ばしくてめちゃくちゃうまいんです。これ全てのね小麦粉を使う料理にも言えると思うんですよ。これをねパリッパリと揚げ焼きにしてるんですよ。ちょっと油多めで、片焼きそばの焼きそばみたいな感じですね。いい焦げ方、ちょっとね油少ないところ、でちょっと油が少ないかなと思ったらちょっと足してください。はい、もう全体的にこんな感じです。見てください、このパリパリ感、もうパリパリとかバリバリですよね。はい、これでねものすごく弾力とコシ、もうかつてないほどのね麺にコシが出ます。はい、したらここにお湯です。 100ml 入れます。で紹興酒、ちょっと火を沸くしよう。紹興酒大さじ1。ここでちょっとねスープっていうか味をもう入れていきますね。鶏ガラスープの素小さじ1杯、ね、でオイスターソースも小さじ1杯。はい、塩少々、ほんと少々ですよ。で胡椒も少々、で醤油をね小さじ1杯、もう目分量です。はい、でこれ火かけます。でちょっと多めの水分ね、多めの水分で麺を煮ていく感じなんです。麺を煮ていく感じ、これがね新しい焼きそばの作り方。でほら完全にね水気を飛ばしてください。うわすっごくねいい香りするよ。完全に水気を飛ばす、はい、で完全に水分が飛んだらここで野菜入れます。はい、はい、野菜を投入。はい、でもあともう炒め合わせていくだけ、簡単でしょ。あ、いいねいいね、これこれこれ、これが暗殺者の焼きそばです。めちゃくちゃうまい。さあ、ね、ごま油をちょっと入れます。もうね小さじ1杯弱ぐらいですよ、ね、はい、で火を止めて完成です。はい、こんな感じで暗殺者の焼きそばめちゃくちゃうまそうでしょ。はい、ね、もうデス焼きそばだね、デス焼きそば。はい、こんな感じです。豚肉は柔らかくしっとり、キャベツと野菜はシャキシャキで、弾力のとにかくすごい暗殺者焼きそばの完成です。これ動画で見るより実物もっとね美味しそうに見えますから。おこげ焼きそば麺見てくださいね、こんな感じですよ。麺がもうパリパリです。もうおこげになってますね。弾力、あのなんだろうな、こう焼きそばの麺で低下水麺とか高水麺とかありますけど、まさに本当に極小の水分で作り上げた、低下水麺ね、なかなかもう手に入らないやつね、そんな感じになってます。これ見てください、パリパリです。やばいよねこれ。で豚肉も見てみましょう、ね、豚肉とか野菜柔らかくしっとりしてます。お肉はすごく柔らかくしっとり、キャベツはシャキシャキ、ね、もう最高の仕上がりじゃないですかこれ、ね、
最高にうまいです。それじゃあいただいてみましょう。パリッパリの暗殺者の焼きそばです。いただきます。チャラリンコ3956サンキュー殺し屋暗殺者のトッシー隊長だ。それではねすげえつまらないはい、ではね、ってことで、暗殺者の焼きそばです。早速つくいただいてみたいと思います。このね、ほんと麺がねこう全面にこうしっかりパリパリにね生麺を焦がして焼いてるんで小麦粉の風味がすごくいいんですよ。うん、いただきます。うん、うん、うまー。なにこれ、これね、めちゃんこウルトラスーパーおいしい。やば、なにこれ、麺のね、弾力がもう想像以上にやばい。これはハマるわ。うん、でね、お肉もね柔らかいですよ。うん、うん、柔らかいし野菜はシャキシャキでね美味しいね。またこの味付けがね最高だわ。うん、でもとにかくやばいのはね、もうバリバリに焼いた、もうバリバリに焼いたね、この麺。これがね、ほんと水分がしっかりもう抜けてるっていうか飛んでて、すごい噛み応えなんですよ。だからもう硬いね、麺が好きな人も最高。うん。まあ、これ病みつき。もうね、なんだろう、噛めば噛むほど、麺を噛めば噛むほど味があるっていう感じでね、最高にうまいですよ。うん、こんな美味しい焼きそばは初めてかも。ちょっと紅生姜とか欲しくなってる。ちょっとお酢かけてもね、油っぽさが飛んで美味しいと思います。最強の麺。もう最強の麺です。暗殺者の焼きそば、これをね作ってみました。もう本当にねびっくりするぐらいうまいです。もう病みつきになりますね、これ。何かこう、これを何回か食べたらもう絶対もう病みつきになる、それぐらいパンチ力のある麺料理です。ぜひ一度やってみてください。これはハマりますよ、もう断言します。うん、なんでね、ぜひやってください。これやばいわ、もうやっちまった。はい、でね、この暗殺者の焼きそば、これ美味しそう、やってみよう、気になる、思っていただけたら、ぜひ、チャンネル登録、いいねボタン、ポチリコ、お願いします。これほんとね、マジうまいです。はい、それじゃあね、チャラリンコじゃんけん、最強。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。はい、今回ね、ピース、ラブ&ピース、ね、世界に平和を、グーの勝ちです。ね、チョベリグの勝ち。はい、それでは、また見てね。最高、暗殺者の焼きそば、最高。これはね、ブラボー。うん。噛み応えがたまらん。ちょっと入れ歯のおじいちゃん、おばあちゃんにはちょっとね、硬いって言われるかもしれないですね。うん、これはでももう最高にうまいよ。やばいな。止まんない。うん、ラー油とお酢かけて。